明の運日韓から年中、月中、日中、時中の知識を見て求める日中十二運先天個性60%その人の本質的な個性重要な判断をするときに発揮されごく近い人にしかわからない個性 月中十二運、好転個性30%。社会の中で発揮される個性。広い人間関係や仕事などで発揮される個性。考え方や判断に一番影響するのは日中十二運の先天個性。 その次に影響するのは月中十二雲の後天個性です。大雲の十二雲もその時期の個性として影響を与えます。個性はこの三つの要素が絡み合って決まることになります。また月子減命によっても 二次個性として個性に違いが出ることになります。今回は、命の十二雲の陽について考えていきたいと思います。十二雲、陽、愛情型、エネルギーはマイナス一、母体から 愛情と栄養を受けている状態些細なことが気になり周囲に対して口うるさくなりがち細かいところまで突き詰めて安心できないと決断ができない日中十二運陽の代表的な有名人は足立由美さん。 室ささん、ん中丸雄一さんです。まず足立さんの名式を見ると日中十二運陽で月中十二運絶です絶感覚型エネルギーマイナス2人の手によって次の息吹を探している 種の状態最もスタミナのない時期で世話事などで頑張ってもすぐに疲れて長続きしない何か壁にぶち当たるとプッツンと切れてしまうことがある月子し明はせいエリート清潔感つ 中十二運用途月始元明静観」からわかる二次個性の特色はゆったりしてせこせこしたところがない大きく仕事をしようとする約束を守る足立さんは「よう」「絶に」に静観の真面目責任感」が加わるが 陽の影響で柔和な印象も持たれることになります2029年までの大雲十二雲は水ですのでなかなか決断ができない面も出てくるかもしれません次に室さんの名刺を見ると日中十二雲陽で月中十二雲は 艦隊です艦隊協調型エネルギーは1若者のエネルギーでこれから伸びていく状態社会的対外的な活動に意欲がある傾向外面のコミュニケーションには能力を発揮するが内面や裏側についてはおろそかにしやすい。 月始元明正在、自然さ正当派。日中十二雲用途、月始元明正在からわかる二次個性の特色は、物事を合理的に考え、着実に蓄財する方である。決して自分を見失うことはない。室さんは、う 簡単に製材の自然さなどが加わるので人望もあり人気者になりますしかし2032年までの大運住人は絶ですので長続きしない面も出てくるかもしれません中丸さんの名式を見ると日 中十二雲用で月中十二雲がタイです。タイ、思考型、エネルギーはマイナス一。母体に受体した無垢の状態。心理的には小さなことにとらわれて先々の心配をしすぎる傾向。計画立案には適しているが、行動力や決断力には欠ける。 月始元名、静観、エリート、清潔感。日中十二運陽と月始元名、静観からわかる二次個性の特色。ゆったりしてせこせこしたところがない。大きく仕事をしようとする。約束を守る。中丸さんは、陽、体に。 性感の真面目責任感が加わるが陽の影響でニューアな印象を持たれることになります2034年までの第四十二運は寒帯です外に対しては積極的に意欲的に動くが内に対してはおろそかになる面が出ることがあります 3人の十二雲月始元命を見ると足立由美さん日中十二雲陽月中十二雲絶、月始元命生寒大雲十二雲水室強さん日中十二雲陽月中十二雲寒帯月始元命生在、大雲十二雲は絶。 中丸雄一さん日中十二雲陽月中十二雲対、月始元明は正寒大雲十二雲は寒帯となります同じ十二雲陽であっても単純に陽の人はなどと一括りで鑑定することは危険であることがわかります 次回は「十二運調整」について解説します。